IBC ルヴァン杯、札幌ゼロの三甲府1次リーグ7日、中銀スタ今季公式戦初勝利を目し、北北海道コンサドーレ札幌だが、前半の連続失点が響き、J2 ヴァンフォーレ甲府に敗れた。ミハイロ・ペトロビッチ監督、60、は、甲府の方が運動量、球際、規律、すべてで上回っていた。敗戦は監督の責任。しっかり分析して反省して、次の試合につなげていきたい、と前を向いた。フル出場した FW 徳良健、31、は、こんな試合をやっていたら次のチャンスはない。次がない世界、もしチャンスを与えられれば、生かせればいい、と反省の言葉を口にした。スタメン平均年齢31から0歳で臨んだ札幌は、開始から防戦一方だった。前半33、34分とカウンターで立て続けに失点。後半開始に交代枠3人を一気に使い、流れを変えようとしたが同7分に再び失点。追いかけようとするムードにはならなかった。それでも指揮官は、今日戦った選手たちはもっとできると思っている、と、さらなる奮起に期待していた。リーグ戦も、開幕から1敗1分け。前節 C 大阪戦は後半だけで3得点を挙げ、勝ち点1をマークした勢いは続かなかった。